しーちゃんの歌ってみてはいかがでしょう。どうもしーちゃんです。何やら今日も、企画を準備したらしいですね。リベンジさせてください。お、来ましたね。これもしかしてリベンジってことは、前回もあのパーフェクトした、はい、あの企画ですね。そうですよ。モノマネを聞き分けろ、本物はどっち、100個3文字クイズ。でも簡単すぎると、あのね、前々回最初にやったやつよりも簡単だった、前回は。ので、はい、今日は2文字、歌ね、歌の2文字。愛してるだったら愛だけ。やばいでしょ、それは。前回しんちゃんに言われた誇張してるフレーズは全部排除しました。めっちゃ中途半端な2文字とか申し訳ないですけど、めっちゃ中途半端です。まあ言うても、もう俺僕側は知ってる人間だから。ということで、はい、今回はさすがに一言っていうか2文字か、はい、なので、パーフェクトじゃなくて大丈夫です。お、5問中3問正解したらしーちゃんの勝ち。あ、半分以上、うん、それ正解できなかったら俺らの勝ち、俺らと視聴者さんの勝ち。視聴者さんなるほどね、 OKOKOK、はい、それだけ難しいってことだ。そう、よし、それだったら頑張りがいがある。ということで、はい、やっていきましょう。 OK、 第1問。1番、坂本冬美、津軽海峡冬美。はい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 、有名だ。じゃあまず1つ目。お、ちょっと待って、息が合いすぎるんだけどさ、はい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 、わかんない、このスピーカーだからわかんないけどさ、あ、2文字っていうか、なんか、しか聞こえないんですよ。津軽海峡冬景色の、ちなみにさ、それさ、どの辺の部分がだけ教えてよ。上野初野の上野。おお、一番最初ね、うん、上野の上ね、はい、もう一回一つ聞かせてもう一回一つ聞かせて。これ難しいぞ、かなり。強いて言ったら2つ目が、結構声的に出てる人な感じがするね。なるほどね。まあ本人ってやっぱりどうしてもモノマネする人よりは声量とかあるイメージはあるから、ただ結構クリアに聞こえすぎるとテレビで歌ってるっていう質疑が聞こえるの。テレビだとモノマネの人が多いんだよ。そうすごく悩ましいと。じゃあ1個ヒント伝えます。今の時代モノマネの方が、YouTube に上げてる音源が多くて、うん、だからモノマネの人の方が音が良かったりすることが多いな。まあね、確かにね。だからそれはね、参考になりません。もう一回最後に聞いて。じゃあ最後連続でいきますよ。はい、いや、多分上、いや、本物は1番よろしいですか。うん、失敗当ててよ、これ当ててほしかったな、1個目。いや、今のヒントだと、うん、1番って言っちゃうだって2番の方が俺はっきり聞こえるって言ってて、ヒントで言ってたよね、今ね。俺ヒントで乗っ取ってさ、答えたらさ、結局2番とか俺の最初の思った通りに行けば当たってたじゃん。いや、もうこのレベルが来るわけでしょ。やばいね。ちなみに聞いてますか、あのモノマネの方の。まあ一応って、これモノマネですからね。で、本人聞かせて。本人は、ああ、ここまで初聞きたい。やっぱね、いや、てか、いや、やっぱり本人の音めっちゃ聞こえるじゃん、別に埋もれてなくめっちゃ近くにいるじゃん。ヒントとか言ってたくせにさ、ヒントではなかった。ヒントではなかったじゃん。第2問、スピッツ、渚。いやBGM でかくない、なんか。いや、そこに関してはちょっとそういう問題ですね。もうそれはしょうがない。ちょっと待って、ああ、もう直感でいくわ。1番本物。うん、正解。おお、よく分かったね。今
今モノマネされた方はビューティー国保さん。あすごい山梨達郎さんです。すっごい上手いめっちゃ。なんかね、やっぱ柔らかな日々だったんだけど、その深みだね。ビューティー国保さんは陰系が強すぎるなって、はいはいはい、そうそう、その聞き分けをちょっと思いました。モノマネ評論家の第3問、ミーシャさん、愛の形。これね、テレビで見たらやばいんだ。荒垣陽子さんときっと、はい、これやばいんだって。これ、ワンフレーズ聞いても俺は正直もうどっちか分かんない。そうそうそう、もう俺もテレビで聞いても分かんなかった。これコメントにも荒垣陽子さんチャレンジしてみてくださいって来てたんだね。あったね。そうそうそう。で、この前僕第2弾、あの荒垣陽子さん当てられちゃったんで。そうだね、はい、よりナチュラルなやつ。いや、ミーシャさんがやばいんだって。いきます。あー、まあまあまあ、でもこれはいいぞ。もう一回聞かせて。オッケー、いいっすか。はい、正解本人は2番。正解。おおちょっとすごい。マジでちょっと待ってよ、超すごい。今ちょっとびっくりしちゃった。ちょっと取り合った今。怖怖。これ荒垣さんのミス。もうミーシャさんですよ。もうこれもう最後だね、しかも。そう確かにすごい似てるけど、どんなとこ切り取ってんすか。あのね、玉木さんはいろんな方モノマネするから口をね、すごいね、縦に開くんです。で、やっぱり荒垣陽子さんっていう声があるんですよ。確かに。そう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 、やっぱりモノマネいくら上手くても、ね、はいはい、あるんですよ、その人の声。ミーシャさん特有な響きは、なんか分かった。言われてる。すごいね。これはちょっと嬉しいね。じゃあ、あと2問。うん、あと2問。すごくない？ここまで2-1で正解だもんね。で、しかもさっきのその失敗した1問に関しては音源の質が悪いっていうか、なんかちょっとこうジャッジし、こっちもなんか喜びにくい。あ、全然音源のジャッジじゃなくて、ただの君のヒントが悪すぎた。第4問。リサさん、ホムラ。これも荒牧さんです。これはちょっと待って、手を取り合ってもそうですね。あー、取り合ってもそうですか。はい、もう一回。あー、あーなんか分かってきた。もう一回。あー、やだ、喋ってる喋ってる喋ってる時にかけるな。ちょっともう一回消してよ。これ何の消してる。じゃあこれ、ラスト一回する。いやー、まあ、じゃあこっちにしようかな。本人は2番目。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。失敗。ああ。だからあれだ、トスさんで言う誇張をされたね、声ね、ちょっとその可愛らしい声な感じが2番目だったんですよ。そうです、ね、だからなんかリサさんはどちらかというと荒垣さんに比べたら可愛らしい声かなと思ったんだけど、そこを誇張してたか。結構これ、荒垣さんのリサさん似てるわ。いやもうめっちゃ似てる。リサさんだよね。めっちゃ似てる。だから荒垣陽子さんやべえ、ね、やばいね。そう、いやー、これ難しいわ。あー、なるほど。あ、今4問中、2問正解。あ、じゃあ、あと1問。はい、一応この1問をクリアすれば半分は正解してるから、そう、一応僕はマスターとしてまだ勝ち越し、いいでしょう、ね。はい、うわー、これは強敵だ。じゃあ、ラスト。誰だ。外見。わ、来た。よぎっておりまし今これよぎったよ。待って、彼がよぎったよ。外見、瞳はどうですか。これなんか引っ掛けてるから、なんか引っ掛けてるから俺今分かったんだよ。でもいやいや、それに関しては別に僕も何も言いません。分かったんだけど、引っ掛けてる可能性が音質的にね。
めちゃめちゃあるなって感じしたんだけど、まあ、僕とね、15年ぐらい一緒にいますから、ボロセオ君のこと、そうそうよく知ってますよね。いじったりね。でもあんま聞かないでしょ、なんかヒントくそほど全然意味がない。もう一回聞かせてください。2番目はなんかちょっとこもってるからさ、多分テレビの音を拾ったとかさ、まあ、ごめんそういうもう戦法になっちゃう、ここまで難しくない、はい、でもあえてなんかの昔のテレビ番組で出た平井堅さんの動画を撮ってたのせますし、めっちゃ本気でいい感じで撮ってる鈴木浩二の可能性だ。最近のテレビで撮ってみます。正直平井堅より平井堅後輩の平井堅もう平井堅だよ。でもなんか俺この瞳を閉じては高校時代 CD も買ったから、あ結構それ聞いてんの。そうそう、でそのリアルなその CD の音源にめちゃめちゃ1番目はあったのよ、うん、そうそうそう、ね、でもやっぱり松浦航大の平井堅はすごいから、これぐらいに聞こえるって可能性もある。ちょっともう一回聞かせてください。テレビで歌ってる平井堅さんな気がしてならないんだよね。似すぎじゃね、うん、いやまあ俺もじゃあ直感で答えます。本人は1番目です。堅さん、堅さんファイナルアンサー。ファイナルアンサー正解。って言ったら分からなかった、うん、分からなかった。もう本当に音質とかもうやっぱ自分が聞いてきたその北村先生のあれです、覚えてるイメージ。いやあのね、まさに1番が CD 音源、2番があのテレビの音を抜いてる。ああ、まあ、それこれが高台がテレビに出た時の音源を抜いてます。だからもう俺はちょっとヒゲヒゲしてかすごいなって思ってる。CD 音源だった、やっぱ、うん、やっぱ高校時代から聴いてる CD だった、ケンさん、よかった。本人じゃん。本人だよ、うん、どっかのテレビで歌ってる本人だよ。ということで、いや、ね、うん、まあ、5本中、3本いやあの、でも本当にまあ、1番目はともかく、荒牧さんのさんはちょっと無事だもん。下がらなかったな。まあでも表3問で半分以上正解なということで、僕はまだまだあのモノマネを聞き分けを意識して名乗ってもいいですか。はい。悔しいんだ多分。まあ、ということで、第3回目のモノマネを聞き分けろ、今回は超難関二言モノマネ聞き分けろでした。皆さんはどれだけ分かりましたか。これは3本分かったぞ。ありがとうございました。しーちゃんの歌ってみていかがでしょう。チャンネル登録よろしくね。